暑いっすね。もう大阪今日30度超えてるんですけど、夏始まるの早くないっすか今年。まあ、お互いちょっとね、熱中症とかには気をつけていきましょうという感じで、今日なんですけども、あの夜間美容シャンプー夜がですね、ディズニーの眠れる森の美女の限定デザインの商品を発売するということで、イメージ動画をねまた作らせてもらったので、制作裏を紹介していきたいと思います。で、今回なんですけども、その世界観がディズニーっていうことで、あの最初ね、もう全部 3DCG でいっちゃおうかどうかめっちゃ悩んだんですけど、ちょっと予算的にね無理があるかなというところで、まあいろいろとね備品だったりカメラ周りの機材とかを揃えて、今回初めてねジオラマ撮影で制作させてもらいました。でね、うすうす思ってたんですけど、ジオラマ撮影ってめちゃくちゃ楽しいんですよ。本当にあの男心をくすぐられるというか、こんなちっちゃいマクロの世界をですね、このパソコンの大きいスクリーンに映した時に、うわ、こんな世界が広がってたんやっていう、なんかもう新しい発見がいっぱいで、まあ、これからもねジオラマ撮影での制作案件なんかあったらね、積極的に受けていこうと思っております。じゃあ早速撮影裏見ていこうと思うんですけど、まあ、今回はねこの2カット目の森のカットですね、ここを全部あの撮影備品とかを揃えながらジオラマで撮影しております。で、このキーたちもアマゾンで見てたら、この木の大きさからね、その作りのリアルさだったり、本当にピンキリでいろいろあったんですよ。だから一旦いろんな種類の木々を買ってみてですね、どれが一番リアルに見えるかなってカメラ通して見てみて、まあ、そうやって選定していって集めたものになります。あと、この木を刺すのはこういうね発泡スチロールを買って土台にして、その発泡スチロールのね、白いところを隠すためにこういう芝生を買ってですね、これをこう敷き詰めて作り込んでます。もう本当にね、これもカメラを通してこうちょっとずつできていく様子とかを見てるとめちゃくちゃ楽しくて、本当に夢中になって作ることができましたね。で、今回ですね、こういうカットを撮るにあたって絶対的に必要だったのが、ラオアのねプローブっていうレンズなんですけど、こういうライフルみたいな、これ 24mmF14 のレンズなんですけど、こいつをね動画撮影で使おうとすると、そのカメラ周りの機材本当にいろいろ揃えないといけなくて、今回結構いろいろ買ったんですよ。で、ちょっとそれもね一個一個紹介していこうと思うんですけど、これと、撮影と編集と全部ひっくるめて動画にしてるとめちゃくちゃ長くなっちゃうので、今回ね新しく買ったカメラ周りの機材に関しては別でまたね紹介動画を撮ろうと思ってるんで、今回のこの動画のすぐ後に出そうと思ってるので、そちらもぜひチェックしてほしいと思います。で、この森を作り込んだ後はですね、奥の壁に星空の壁紙を貼って、で、カメラはですねさっきのレンズをつけて、それをねスライダーに乗した上で、このレンズの先端がぐーっと森の中に入っていくようにして撮ってます。で、このスライダーもイーデルクローンっていうちょっと重めのしっかりした電動スライダーを今回手配したんですよ。なので三脚もね、普通の三脚じゃなくて、ビデオ三脚っていうんですかね、ちょっとしっかりしたやつ買わないとなと思ったんですけど、その時ちょうどね、スモールリグから新しいビデオ三脚が出るっていう情報があって、スモールリグの広報担当の方が自分のチャンネルを見てくれてたみたいで、まあ、使う機会があるなら提供しますよと言ってもらえたんで、まあ、今回ねありがたく提供いただいて使わせていただきました。ただこのビデオ三脚ってね、普通の三脚よりも背が高いというか、足もある程度しか開かないんですよ。だからこの高さに合わせるために昇降テーブルも買いまして、このレンズの先端のね高さをこうちょうど森に合わせるために昇降テーブルをグーッと上げて、撮影してます。で、撮影しながらちょっと一個気づいたのが、まあジオラマとはいえこう木々がブワーッと並んでるんで、光を当てるとこの木の影がねしっかりこう芝生に落ちてたんですよね。だからレンズが森の中に入っていくのに合わせて、今回ライトも手持ちでちょっとね動かしながら撮ることで、この芝生に落ちた木の影も動くんですよ。それをこのカメラのモニターに見たらすごい綺麗かったので、まあ、今回こういう撮影の仕方をしてます。本当にねジオラマ撮影ってその世界観丸々を作れるんで、本当に 3DCG で作るのとね遜色ないぐらいの映像を撮れるし、こう撮ったらこんな映り方するんだっていう新しい発見がねいっぱいあったんで、めちゃくちゃ楽しい制作でした。はい、森の中のカットはねこういう感じで撮っていて、で、後のカットに関しては冒頭のね本が開くカットと、この星空のカットに関してはシャッターストックの連邦状を使わせてもらってて、このプロダクトカットに関してはこのスチールを撮って、これはアフターエフェクト上で動かしてると、そういう表現の仕方をしているので、実際撮影したのはこの森のカットだけですね。では編集画面見ていきたいと思います。はい、こちらがね編集画面になっております。今回はもうアフターエフェクトをゴリゴリに使って編集しています。冒頭このね本が開いて森の中にこうダイブしていくこの様子も、アフターエフェクトのコンポジションに置き換えて作っていて、そこから森を進んで、この星空シャッターストックの連邦状を使うところはこのままで、次のプロダクトカット、これも画像をアフターエフェクト上で動かしていて、このキービジュアルのカット、これもアフターエフェクト上で動かしていると。で、 BGM もね結構切って貼ってしてるんですけど、これがメインの BGM で、これは森のアンビエントですね。
こんな感じです。こういうのもね、あるなしとでは結構リアリティが変わってくるんで追加しております。このオーディオさんっていうちょっとだけ入ってるこのサウンドエフェクトが本の絵に入っていくときにちょっとだけ波紋を入れてるので、まあ、水の中にねブクブクって入っていくようなそんな効果音を追加してます。わかります？これも結構ねさりげなく入れるとリアルさ増すんで追加してます。でこのオーディオ4は風の効果音だったかな、この本が開く音に合わせてこういう効果音を追加してます。はい、音に関しては以上で、このアセット1っていうのはこの夜のロゴで、このシャッターストックに関してはこういう煙の、電波になります。これをね、上に乗せて、描画モードをスクリーンにして透明度をねちょっと下げてるんで、本当にこの辺にふわっと映るぐらいかな。はい、で冒頭見てもらったらこの煙外側にふわっと逃げてるように見えると思うんですけど、これはここでスケールを大きくしてるだけですね。こうすることでちょっとなんか登場感があるじゃないですか。でこういうエフェクトを追加してます。でこいつも同じ煙の素材で、こいつはライトリークの素材ですね。こういう感じです。はい、トランジションに使ってます。これはテキストで、こいつがまた煙の素材で、この2つがねディズニーの C マークですね。これはこのディズニーとの取り決めで入れないといけなかったので追加しております。でこのシャッターストックはまたライトリークの素材になります。これもトランジションで使ってます。でこの辺の4つも全部テキストとロゴと、あとディズニーの C マークと、この最後のこのアセットも夜のロゴとなっております。まあ、最初にちらっと見えちゃったので説明しますけど、アフターエフェクトでこういう見え方を作った後に結構ねスピードランプを使って緩急をつけてます。ここでこれをアフターエフェクトで見てみると、あ、結構ゆっくりでしょ。これをさっきのね、プレミア上に持ってきた後にこういう動きを作ってるんですけど、まあ、もちろん緩急をつけたかったっていうのもあるんですけど、もう一つ実は理由があって、まあ、これちょっとね、後で説明しようと思うんで、ここでやってることがこの本が開いてですね、この画像に入り込んでいって実際の映像につなげていくと、この森をぐーっと進んでいく、ここまでをこのアフターエフェクト上で作り込んでるんですけど、まずこの本の映像、こいつが開いた時にここにこう写真の枠があるじゃないですか。ここで、3D カメラトラッカーっていうのを使ってトラッキングデータを取るんですよ。でトラッキングデータを取った後に 3D トラッカーカメラっていうのと、このヌル1っていうのが作成されます。でその後にですね、この森の映像につながるこの一番最初の一コマ、ここを画像データで書き出してしまって、でその画像データをですねこのプロジェクト上に読み込んでですね 3D レイヤー化した上でヌル1っていうのに紐付けます。そうするとですね、このトラッキングデータ取ったやつがこの画像にね反映されてうまく貼り付いてくれるんですよ。ただね、ここのトラッキングデータを取るときにこの枠がね全部見えた状態じゃないと正しいトラッキングデータ取れなかったんで、まあ、俺のやり方がもしかしたら下手くそなのかもしれないんですけど、なのでこうやって本が開いてきてですね、さっきの黒枠が全部見えるまではここまでですね、さっきの画像データもねこうやって2つに分けてですね、それ以前は 3D レイヤー化同じくしてしまった上で、あの手作業で角度とかを調整しながら合わせてます。なので、ね、よくよく見てもらうとちょっと最初の方不自然ですよね。わかります？この微妙に合ってないのがね、まあ、ここまでやった上でね、このね扉のこの一番端っこ、ここを境にしてマスクでちょっとずつこの画像を出現させると、ここからここまでも完璧にこのトラッキングデータでいけたらよかったんですけど、まあ、なんかちょっとうまいこといかなかったんで、こういうやり方をしてます。とはいえちょっとねこうやって不自然さが残る状態で終わってしまってるので、ここを隠すためにさっき言ったこのプレミア上でね、このスピードランプを追加してですね、動きを早めてそれを目立たなくしてます。なんでこれ見てもらうと、この本が開くときにね、約 2.5 倍までスピードを上げてですね、こうやって見ると自然じゃないですか。ほら、意外とわからないもんでしょ。見せたくないものが、どうしても中に入ってしまっているときは、スピードを上げてそれを目立たなくするっていうのは、俺すごいよく使うんで、ぜひ参考にしてほしいなと思います。本当はちゃんとトラッキングも、正確にできたら一番それがいいんですけど、もうやむを得ないときはこういうやり方もありますよと。でその後ね、こうやってぐーっと本に近寄っていくときなんですけど、これもね本当は、このスケールのアニメーションを取っ払ってみるとですね、はい、ここまででしか行かないんですよ。
なので、この画像とこの本のデータ両方にスケールアニメーションを追加して、この次につながる実際の映像と同じ大きさになるまでスケールアップしてます。でもう一個ね、この実際の映像に切り替えるタイミングで、ルミトリカラーにもアニメーションを追加していて、露出とシャドウ、そしてこの自然なサイドとサイドですねをちょっとずつ上げることで、このモノクロからちょっとずつカラフルな実際の映像に寄せていくと。これをすることでね、実際の映像に切り替えるときも違和感なく見せることができるので。で、同じくですね、この切り替えた後のこの映像のカットも、これ2つね、同じ映像のカットなんですけど、2つ重ねているのは何でかというと、ちょっとふわっとしたシネマティックな見せ方、ルックを作るために、こっちの上の方はですね、ブラーのガウスを 53% まで追加した上でですね、透明度 14% まで落として、これがあることでどうなるかというと、ちょっとね、フィルターがかったもやっとしたようなルックを作ることができます。これね、プレミア上でもよく使うテクニックで、過去にもね、何度も紹介はしてるんですけど、一回ちょっと拡大した上で、どう違うのか見てもらうと、ちょっと映像がパキッとしたのがわかりますかね。あり、なし、あり、なし。本当にね、ブラックミストとか、ああいうフィルターをね、つけるのと同じ、似たようなルックを作ることができるので、まあこういうね、シネマティックな作品を作るときは、俺は大体追加するようにしてます。で、この画像からね、切り替えたタイミングで、半音がふわふわっと起きてるのがわかると思うんですけど、まあ普通にそのまま切り替えてもよかったんですけど、まあせっかくディズニーなんで、幻想的な印象を与えたいなと思って、本の中にね、入り込んでいくタイミングで、モヤモヤっていうのを入れたら面白いかなと思って追加してます。でも余談なんですけど、これ何から俺インスピレーションを受けたかというと、Nintendo 64のスーパーマリオを皆さんやったことありますか？あれで、マリオが、こう、いろんなステージにこう、入っていくときって、壁画とかにこう、ポチョンって入っていくじゃないですか。で、その後壁画がこう、ふわふわって揺れるでしょ。あれからインスピレーションを受けて、こういう見せ方を作ってます。で、さっき見てもらったように、こっちの画像ね、映像に切り替えるタイミングで、ちょっとだけ露出上げてたと思うんですけど、同じこっちのね、森の映像も切り替えた直後は、1.4 まで上げつつですね、ちょっとずつ落ち着かせて、最終 0.2 ぐらいに落としてます。はい、こんな感じでこの本の映像から、この森のカットへのトランジション作り込んでます。で、このナンバー13の調整レイヤーで基本的なカラーグレーとカラコレはしてますと。で、つけてみるとこんな感じになってます。で、これに基本整えた後にですね、この奥の星空の色見てもらうと結構青っぽいじゃないですか。これぐらいの色味に合わせたいということで、この3つの調整レイヤーを使って、奥の星空に赤色を足してます。見てもらうと、ほい、こんな感じですね。で、この3つの調整レイヤーそれぞれこんな感じでマスクで切り取っていて、この森の中をね、ぐーっと進んでいく映像に合わせてね、ちょっとずつ大きさを変化させながら、星空の色を調整しています。あるなしだとね、結構変化があるのがわかると思います。はい、次がですね、この1番から9番までのシャッターストックの連歩時、この7番から9番に関してはこの光の筋と煙の連歩時になってます。言うたらこうカメラがこうぐーっと森の中を進んでるじゃないですか。それに合わせてこの光の筋もね、通り過ぎないといけないんですよ。そのカメラの横を。こいつらにそれぞれね、スケールでアニメーションを追加していて、100% からぐーっと241まで上げることで、実際この光の筋はね、大きくなってるだけなんですけど、この映像自体が森の中をぐーっと進んでるから、ここら辺とかね、見てもらったらしっかりカメラの動きに合わせて通り過ぎていってるように見えますよね。同じくね、不透明度も最初 0% にしといて、こんな感じでふわっと 19% まで、持ち上げてくると。で、この辺でフェーダーを足させると。で、次の光の筋をまたフェードインさせて、同じようにスケールでアップさせつつ消していくと。で、これを3回繰り返していると。で、あとね、この1番から6番のですね、このホコリがキラキラ光ってる素材に関しても、同じようにね、スケールでこうやってアニメーションキーフレームを打って、まあ大きくすることで、まあカメラが森の中を進んでいくのに合わせてこう通り過ぎるように見せてます。まあ、この森の中をね、進んでいくかと結構 CG みたいなルックになってると思うんですけど、まあ、さっき言ったね、この同じ素材を2つ上に重ねて、上の方にね、ブラーのエフェクトをつけた上で透明度を下げるっていうね、まあ、これでちょっとね、シネマティックっぽく映ってるのと、あとまあさっき説明したこの光の筋ですね、こいつがいい働きをしてくれて、こういうルックを作り上げることができてます。で、次はですね、このプロダクトが4つ並んでるカットなんですけど、ここは最初にも言った通りね、画像データをマスクで切り取って、このアフターエフェクト上で動かしているというものなんですが、
まあ、ここに関してはね、以前の動画でも結構同じようなテクニック紹介してて、まあ、ちょっと重複しちゃうかもなんで、さらっといきたいなと思うんですけど、まあ、最初に工程を説明しておくと、このプロダクトはプロダクトだけマスクで切り取ったものが一番上にあって、で、この山と、湖、これも別個で、マスクで切り取ったものをここに置いてると。で、この一番奥の星空なんですけど、これはね、結構元の画像をめちゃくちゃ拡大して、この後ろに配置してるんですよ。これを消すと分かりやすいですかね。はい、こんな感じですね。これなんでね、こんだけ拡大してるかというと、この回転のところにもキーフレームでアニメーションを打ってまして、で、ちょっとずつね、時計回りに回転してるの分かります？こうやって。もうちょっとちっちゃかったらね、この右端の方にプロダクトが出てきたり、左端にお城が見えてきちゃったりするんで、まあそれを見せないためにもこうやって拡大して、回転させてます。ちょっと一番上からね、さらって見ていこうと思います。この一番上の素材が、この煙ですね。こいつを、この描画モード、スクリーンにしてですね、透明度を 46% まで下げて上に乗っけてますと。で、二つ目の素材に関しては、このプロダクトだけをマスクで切り取ったものですね。まあ、これがね、上にあることで、ちょっと後で紹介するんですけども、このシャッターストックがこの星空のキラキラした素材なんですよ。これを乗した時にこのプロダクトの上には影響しないように、このプロダクトだけマスクで切り取ったものを上に乗せると。で、この三つ目が湖だけですね。この湖の部分だけに、ここに波紋をね、追加していて、湖だけが揺らぐようにしてます。で、四つ目のシャッターストックは、さっき言ったこの星空のカットです。これもマスクで切り取って、一応ね、このキーとかには影響しないようにしてるのと、この山にもね、沿ってマスクで切り取ってるので、この下には影響しないようになっています。で、この5番は一応ね、この大元の星空だけマスクで切り取ったものなんですけども、これ実際なくてもいいかなと思ったんで、今は反映させずに消してます。で、この6個目に関しては、元の画像のこの山からプロダクトを沿って、あとこの横の木ですね。こいつをマスクで合わせて切り取っています。まあ、これも本当はね、この星空がかなり今拡大された状態でここにあるんで、本来はここにはないんですけど、元の大きさでこれをマスクで切り取った上でこの上に貼り付けてるという感じです。で、この一番下が、星空ですね、さっき見た。まあ、結構以前の動画でも同じようなテクニックで紹介はさせてもらってるんで、見たことある人はいると思うんですけど、まあ、画像もこうやってね、マスクで切り取った上でそれぞれを動かすというやり方で動画的に見せることも十分可能なので、ぜひね、参考にしてほしいと思います。で、こんな感じでマスクで切り取ったそれぞれの素材に動きを加えた後に、プレミアプロ上で、こう、スケールにアニメーションを打って、ちょっとずつデジタルズームさせてると。じゃあ最後ですね、このラストのキービジュアル。これも1枚の画像なんですけども、同じような感じでこの湖と、星空、そしてプロダクト、別々にマスクで切り取った後に、こういう感じの煙をね、追加してたり、で、このカットに関しては、この3つ目の素材、これ何をしてるかというと、このプロダクトだけをマスクで切り取った後にですね、これを反転させて透明度を下げてるんですよ。で、これに波紋を加えてるというところで、この湖にね、反射してるリフレクションを表現してます。まあ、これもね、フォトショップをよく使う人だったら、結構ね、頻繁に使うテクニックの一つだとは思うんですけど、まあ、動画でもこうやって使うことができますよと。いうのは参考にしてほしいと思います。で、この3、4が湖だけを切り取ってる素材で、この6がここだけをマスクで切り取って、この星空のキラキラが反映しないようにしてますね。で、この7番の素材がこの星空の素材ですね。この8番は元の画像を下に貼り付けてる部分になります。まあ、星空はここだけに反映するようになっています。はい。以上ですかね。まあ、この画像を動かすところね、だいぶ駆け足で説明しちゃったんですけど、まあ、直近の制作全部このテクニック使ってるので、ちょっと過去の動画ね、見ていただいて復習してもらえればなと思います。あとね、冒頭にも言ったこのジオラマ撮影をするにあたって、買った機材の紹介をね、この動画のすぐ後に公開しようと思うので、そちらもぜひチェックお願いします。じゃあ今回の動画も以上にしたいと思います。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。この動画がね、参考になったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとね、本当にコメントもどしどしもらえたらコミュニケーションしっかり取りたいと思うので、ぜひコメントもよろしくお願いします。あと Twitter、インスタやってますんで、気軽にフォローしてください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。